ケイちゃんチャンネルで僕らは育った。ケイちゃんチャンネルの子供たちだ。はい、ケイちゃんチャンネル、ケイちゃんチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラ、新曲出たよね。何ですかね。知らないの。どうかも。パッと言う。元歌ない。なしで。ああ。オリジナルの。オリジナルの。やっぱどんどんオリジナルをさ、やっていかないとっていう気持ちがあって。わかりました。今日はね、はい、お礼をしに行かないといけない人がいます。またですか。もうね、もうやっぱありがたいね。うん、うん。やっぱね、ありがたい。やっぱりもう。この人が、あってこのチャンネルっていうのは今があるんだなって思ってるところもあるので、その方にやっぱりお礼をしに行きたい。今日ね、アベマの方にお礼をなるほど、お礼なんで。なるほど。すいませんすいません、あぁ品川さん、すいません、本当に。いや、この度は品川さんにやっぱりケイトチャンネルどうしてもお礼がしたくて、はい、ありがとうございましたを言いに来ました。いやいやいや、もうそんなお気遣いなく。1年前の品川さんとマッコイさんと、はいはいはい、まあ、某テレビ局 の、 社員さんと3人に私言われた回があったじゃないですか、はい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 、あそこからなんです。いや、もうすごい大人気。あそこから、あそこから大人気になられて、いや、あの時はまだ大人気じゃなかったんですけど、あれを言われたことによって私ケルチョンが目を覚ました。はい、これ流した方がいいですよ。大反省会、大説教スペシャル。お前なんずっと偉そうなんですよ。今の山本さんに誰も脳みそ使いたくないんですよ。すいません。お前なんたのことを言ってんだよ。アンチすらいないってことだよ。アンチすらいないんですよ、山本さん。品川さんがなかったら今のケイチョンがないということなんで、今日はお礼をしに来ました。本当にすごい嬉しいんですけど、はい、今多分山本さん、はい、一番絡みにくい人だと思うんですよ。どういうことですか。いや、ケイチョンチャンネル人気になったじゃないですか。まあ人気って言えばそんな人気なんかないです。なっちゃったというか、はい、来たら正直嬉しいんですけど、はい、でも山本さんって、はい、けなさないと面白くないじゃないですか。だからこっちになんか使命感が出ちゃうというか。いや、使命感なんかいりません。いやいやいや、使命感なんかいりません。まずはもう本当は僕ケイチョンチャンネルも好きで見てるんですけど、はい、けなされてない回は面白くないじゃないですか。どういうことですか。ヤマさんの良さが出ないというか、でも僕がけなすのリアリティないじゃないですか。先輩だし、僕の YouTube の方がそんなに登録者数も少ない。何を言ってるんですか。このけなせないけど、けなさないと面白くないって分かってる、すごくやりにくいんですよ。いや、まずはもう本当、もうこうやってクリスタルタイザーを持ってきたんで、これはもう本当。いやもう、ヤマさん、あめね。いや、ヤマさん、いや、ヤマさん、いや、ヤマさん、ちょっと、ヤマさん、いや、俺もう、ヤマさん、ヤマさん、何してんの。意味わかんない。
意味わかんないです。もう滑りました。今もうやめてください、その当たり屋みたいなお笑いやめてください。当たり屋お笑いやめてください。なぜですか。本当にありがとうございました。いやいやいや、もうそんな本当にもう大丈夫ですか。え、もう大丈夫です。なんだよその軽い感じ。もっと絡んでくださいよ。もういいですか。いやいやいや、だって、うん、もう何にもできないですから。僕そんなマッコさんみたいになんか叩くとか、やっぱそのちょっとね。じゃあ、じゃあなんか食べに行きますか、飲みに行きますか、それともあの品川さん家でも行きますか。いや今からはちょっとだってクラブハウスで言ってたでしょ、あの私家いつでも来てくださいみたいなこと言ってたじゃないですか。で今日はもう遅いですから、はい、日を改めてならもう来ていただいて。なんでわざわざ日を改めないといけないんですか。そんなのもうどうしようか。いやいやこれはやばいです。はい、すいません。あ、音です。あー、ありがとうございました。いやこれはやばいです。これはすいません、撮影しすいません、あの今あのケンチョンチャンネルをちょっと押してまして、二人並んだら本当にもう刑務所です。うまい。二人並んで刑務所ってどういうことよ。いやいや俺もうこれはちょっと良くない。お一人ずつはお一人ずつはあれですけど、いやいやいや、ちょっと二人並ぶとちょっと一旦ペットボトル直しましょうか。僕はこんな無数のあんま見たくない。見たくないのは後輩の方だと思う。いやいや、そう、まあ、的確その通り。申し訳ない。いや、僕もあんまりなってる部分もあるので。いやいや、ここはあの、ブッカ44のトレンド。あ、ほんとだ。ちょちょ、これあの、私遠藤さんにはいはいはい、はい、あの誕生日プレゼントで。そうですよ。あ、そうだそうだ。だそれはお願いじゃないですか。ろくがけでちゃんと売ってくれるやつですね。ろくがけでちゃんと売ってるやつですか。じゃあ半額です。ろくがけで売ってくれるやつ。半額です。そこはっきり言う、半額です。半額もわかんないで。半額もダメなのよ。でも半額でした。あ、そういうことです。何のあの弁解にもなってないんで、半額は間違いない。あー、幸いでございます。いや、でも今ね、ちょっとうちのチャンネルで1年前のやっぱり品川さんとの動画が、はい、まあ、マッコイさんとかも含めてあったんですけど、それが非常にあって、はい、今のケンチョンチャンネルがあるんだというお話をしてるところに、はい、今ややこしく記者が入ってきたんで、ややこ、これまたどうしようかみたいな雰囲気になった。本当にややこしい人なんで今。本当にややこしいんですよ。もっとややこしい人と。うるさい。いやでも俺ある動画見ましたけど、はい、あれって本当に寝れないじゃない中での動画やったわけでしょ。いや食べてたら急にマッコイさんが回したんです。そういうことでしょ、ええ、俺でもすごくあれ勉強になって、ええ、結局ああいうことなんやろなと思ったんで。そうなんですよ。あの飯食う時はカメラ回すようにしてます。いやカメラ回しゃいいってことじゃないし。ただ回しゃいいってこと、うん、でね、なんかちょっと前から思ってたんですけど、はい、まだいい人って思われようとしてるんですよ。おい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 、もうやめようやめよう。いやいや、マジでって何や。あの、何も俺も違うわな。いい人と思われようとしてる時、その芝居にエンジンかかってるの見えるんですよ。何でも言うな、何でも言うやん。何でも言うてるやん。芝居にエンジンがかかったか。いや、なんかいい人に見られようとする芝居のエンジンが。取るな、バカタレが。俺らも変わったんや、前の俺ではないぞ。ブルーンとか何でもないやろ。完全にね、そう、芝居が出るんだよ。俺はもう同じとこ戻ろうとはしてないから。それはやめて、そういうのは。いやいや、見える。いや、俺はもう吹っ切れて前進んだ。お前もそういうとこ悪い。あかんぞ。なんかそうやって悪い人間を見つけて、全然あかん方が。悪い人間をな、落とし込んで、自分をちょっとでもいい人っぽく見せてあげる。お前は本当そういうところがあるぞ。そういう道しるべみたいな作っていくと。そういうとこあるんだよ。あかんぞ。あかんぞ。ほんまに。あ、ちょっと、ほんと、刑務所なんですよ。ほら、そういうとこや。そういうとこや。でかい坊主見たら全員刑務所やと思うよ、お前は。でかい坊主。でかい坊主は刑務所や、お前。マスクも決まってんすか、刑務所の。これが、刑務所マスクはこんなんじゃないわ。ないよ。芸能界、芸能界刑務所の決まりで決まってんすか、その、出所する。ないやねん、それ決まって。出所するときにお前ら、あごに、マスクしろよって。でかい坊主は刑務所や、ないよ。芸能界刑務所の朝の朝礼でそれ練習してくるんですか。そんな朝の朝礼ない。
ないね、行ってないね、俺ら刑務所とか行ってない俺ら芸能界刑務所には入れられてたじゃん。いやいやいや、入れられてない、自粛と自粛って自粛からもいろいろ反省したら、いや自粛といてもしばらくやっぱ出れないじゃないですか。本当は一個言われちゃうまい。自粛の後も別に出れないじゃないですか。なんで自粛してたみたいな、お前本当見つけたみたいな言い方が多いんだよ、長いんだよ、長いぞ、見つけたの言い方だ。先輩2人をね、こうやっておいて、ああ、いやいや、なんか仲間見つけたみたいな、やめたほうがいいです。本当に2人が、いやいや、2人が本当、どうしてるの、大変だったよ。いやいやいや、本当大変だったよ。もう本当、おかえりなさい。いや、おかえりなさい。いや、本当におかえりなさい。いやいや、で、おかえりなさい。いや、ほら、2人じゃ落とせないじゃないですか。来い今の2回目ぐらい、おい来て来て、ちゃんと刺せ落とせ整理しろ。でもケイちゃんとアミスタさんも初めてなんですか。コラボは初めて、だから、ドキュメンタルとかね、あ、そうでは出てるし、はい、その前はもう一緒に絡んだこと当然ありますよ、うん、いいんですか山さん、せっかくケイチョンチャンネルこういい感じになってきたのに。おい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 、その先なんや、その先は。いや僕、木下さんと絡むと低評価の運び人ですよ。違うんです、あいつの言うこと信用しないです。山さんあいつの言うこと信用しないです。何バットしたんでしたっけ。41万です。それは41万バット。それでもやっぱすごい登録者数だからですよね、うん、そんだけ41万バット、まあまあ、100万近くとか何十万ってことでしょ。2万やめろ。もうやめろ。いや、山さん、これ違う違う、2万から41万と41万、なんかおかしい、何かがおかしいんですよ、うん、僕、そんなにね、41万パッと押されるようなね、うん、こういうやつが多いです。まあまあ、確かにね、これは確かに、なんか面白いことに、お前が40万パッとしたぐらいだろ。お前や、俺は押してます。マウント取ってきて、こういうやつばっかりなんですよ、うん、押してるのは、うん、帰れよ、お前も。いや、違う違う、木下さんはマウントを取って、いなくなったから帰ってきたって、お帰りって言えよ、そろ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 お帰りなさい言えよ。それ会話のマウントじゃなしに、いや僕は本当にね、うん、じゃあ言いますけど、僕、うん、木下さんに何にも、いや、まあ、嫌なこともされてない、うんうん、本当にあのむしろ優しい先輩、うんうんうん、ただ1円も奢ってもらってない。やめろ。そういうとこやんか。でもそういうとこやん俺の。だから僕は本当にずっと言ってんす、木下さんを別にかばうわけでもないし、責めるわけでもないし、うん、好きでも嫌いでもないです。お前な、俺ほんま言うわ、じゃあもうこの、この前の LINE のやり取り、俺さ、いや僕クラブハウスでね、うん、あの品川が僕の話してたんです、たまたま聞いたら、うわ僕の名前出てると思って、うん、でももちろんいじってくれてます、これは感謝です、うん、いじって、はい、木下さんやばいね、ゲラゲラゲラ笑ってるから、うん、あれツッコミことはないでしょ。ないね、ないんですよ。だから聞いてるしかなくて、うん、じゃあもう LINE でツッコもうと、うん、俺成立させよう思って、うん、品川に聞いてるぞ、うん、わらわら、はいはい、うん、あ、うん、おい何言うねんねん、わらわら、うん、よくって帰ってきたのが、うん、お疲れ様です、ありがとうございます、すいません、またよろしくお願いします。いやいや、それ言い方悪くないですか。来いよ、言い方悪くないですか。スタンプ1個でも来いよ。どうなんその辺は、どうやってあれは聞いてるぞ、わらわら、木下さんが言ったら少し怖いって気づいてます。そっち行くやろ、俺がなんか上でパワハラみたいな空気で行くやん。全然違います、違います、山さん信用してください。僕のこと信用してください。僕はそういうつもりじゃないです、聞いてるよって、だから怖いなと思ったんで、うん、わらわらって入れたんです、ちゃんと、うん、いや、そうだ、言ったらお前もクラブハウスにいる時って生き生きとしてて、いろんなところ入って、で入ってくるやつ入ってくるやつどんどん論破して、俺なんか先に行ってお前が入ってきて、んで論破されて、俺知らないうちにもうすぐ退出するようにしてんだからな。いやいや、お前入ってきてうわーっと MC 論破ですか、すげえ MC ぶりして、論破ですか、すげえことないですよね、すげえ MC ぶりを見せて、いや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 、山さんすっといなくなることして、いやなんかその
盛り上がってないなと思って。なんで盛り上がってないんだな。俺なのに盛り上げてるのにお前が急に入ってきて、お前がギャー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 言うからこっちが萎縮してスッといなくなるんだよ。その後のが長い時間お前やってんだよ。いや分かります、めっちゃ分かります。そういうのあるんだよ、そういうのあるんだよ。うまいから口がうまい。口がうまい。僕がやってたって入ってくるんですよ。だってお前がやってた。それは俺らも入らしてよ。喋りたいよ。いや入ってくるけど大して喋んないんだもん。うるさいよ。大してここから入ってこないで。ソーシャル。うるさいお前。やめてください。精進コロナ移してるんですから。お前それがすんな。精進コロナ。お前すいません。マスクしてよ。ちゃんとマスクしましょう。ドニー。なったからなりづらいじゃん。とももう言えないけどな。なりづらい。とも言えない。とももうもう言えもう言いづらいけど。はい。そうですね。だからちょっと品川んち行かしてくれよ。いやそれはもう山さんはもう本当のこと言ったら僕はお世話になってる先輩なんで、やっぱ山さんにはもうぜひ家には来ていただきたいです、うん、いやじゃあ行こう。だって今もうここも今は無理して今分かってたよ。今もうアベマももう楽屋出ないといけない時間だから。そうそうそう本気で言ってる。吉田さんこの後僕はでもありますけど。あ、あるんかあるのかそりゃそりゃそうですよ。生意気ですあることが生意気あることが生意気ケツがあることが生意気ケツとあるやん。生きてるとあるやん。なんでケツがあるんですか。ケツあるよ。生意気なんで俺たちにないのに木下さんにケツあるいや生きてるとケツあるよ。普通そのやで予定入ってるから、その知らんもろ挨拶来ただけやから。いやいやそんな急に言われてね。じゃあそれはもうしょうがない。ケツがあるんですよ。じゃあお前もう行くぞ。じゃあもう行くぞ。それはもう行きやすい。本当っすか。本当だよ。本当にこと言ってんだよ。いやちょっと一回ドメイン電話していいからそんなの。いやいやいや俺だよ。そういうの見たからなんでお前芸人の先輩が言うの。そんなのめいちいち嫁にまで電話せんといけんのじゃん。俺と娘がいるんで大丈夫じゃん。うわかっこいい。これが俺の好きな先輩これはこういうの嫁に電話するお前の姿なんだ。私は見とないんじゃん。うわ大丈夫ですか。大丈夫ですか。やってこらないこれでわしは当たってるけどや。ああ今外でお前バカだね。すいません。だって山さんがひどいこと言うから行きましょう。もう嫁にだから移動中にじゃあ電話。ああじゃあ移動中でいい。移動中なら本番携帯貸してもらって。いやいやなんで移動中移動中まで電話。もうこっそり電話するやつだから。しないっす。なんだこれ。近いな。移動中にちょっとおだいちょっとくださいって。やめろばこ。あら。本当に本当にいやマジや。ケイチョウちゃんガチすぎんな。ガチすぎるよお前。じゃあ行くぞ。本当っすか。はい行くぞ。はい。お疲れ様。ケイさんありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。ありがとうございました。ちょっと水を山さん水どうしますこれ。え水は前も持って帰れよお前も。いやもうバラバラ。いやほんまなんでも帰れんのや。いいあれですけどちゃんと持って帰りさあんた。いや、どれか漏れてんだよな。どれか漏れてんだよな。誰も漏れてないって。ヤマさん、シアさん帰りましたよ。え？嘘でしょ。帰った。俺の透明の袋これ全部入れてやっとるんだよ。ちゃんと。何しとるよ。何で止めたん。今帰った。本当に今帰った。なんで止めんかったよお前は。じゃあバーって行っちゃったんですよ。行っちゃったから走って行ったから、うん、わし水をちゃんと止める袋に入れてあいつに持って持ってもらおうと思っとったのに。何すか。止める袋に入れて何やこれ。やぶれてるんですけど3月14日放送極楽とんぼのタイムリミット日曜日22時から24時皆さん
見てください。今回は品川さんも TKO 木下さんももちろん加藤さんもです。西野さんも出るでよ。慶長ファミリー総出で頑張ります。おしまい。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。